エストニアの歴史では、バルト三国の一つ、エストニアの歴史について記述する。エストニアは、ドイツ人、スウェーデン、ロシアなどの支配を経て、1917年の2月革命後に、エストニア人の住む地域は、初めて一つに統合される。紀元前9500年から紀元前7500年頃の旧石器時代からバルト三国で、 含まれる地域に人類が生活を営むようになったと考えられており、紀元前3000年頃にエストニア人などのフィンウーゴルゴ派に分類される民族がボルガ川中流域から移住したと考えられている。エストニアを含むバルト地方は古代ヨーロッパ世界の中心だったギリシャ、ローマから隔たれており、外部からの影響は少なかった。7世紀から8世紀にかけてバルト地方に バイキングが訪れ、エストニアのタリン、タルトなどの都市では、東西交易が営まれていたと思われる痕跡が確認されている。バルト海進出を試みるキエフ大公ヤロスラフ一世は1030年に、リーブ人の居住地であるユリエフに城を築くが、ヤロスラフ一世の支配は30年程度にとどまった。ドイツ人の入植が進められる13世紀以前の、エストニアは統一されておらず、 キヘルコントと呼ばれる共同体に分かれていた。単独、あるいは複数集まったキヘルコントが一つの地域単位を形成し、歴史的地位の名称はラトビア語でエストニアを指す、イガウニア、フィンランド語でエストニアを指す、ビロニアとを留めている。デッラマリアナ12世紀のバルト地方は、キリスト教家されていない異教の地であり、キリスト教世界はバルト地方での布教を試みるが、 活動は難航する。1199年に教皇インドケンテウス3世はリボニアに十字軍を派遣し、翌1200年にユクスキュル司教アルベルトが率いる500人の兵士がリボニアに進軍した。アルベルトの進言によって1202年に設立されたリボニア体験騎士団は武力による改修を行い、1207年までにリボニアのキリスト教家が大きく進展した。 リボニアを制圧した体験騎士団はエストニア北部への進出を試みるがロシア諸行の支援を受けたキュヘルコンとは頑強に抵抗しエストニア南部ではサカラの主張レンピットゥが抵抗を続けていた1217年にレンピットゥは戦死しエストニア北部の南半分が体験騎士団の支配下に入るがロシア諸行の援助を受ける北側の地域は キリスト教勢力の進出を拒み続けていた。エストニア人の抵抗に直面した体験騎士団は1218年にデンマーク国をバルデマー2世に支援を求め、1219年に6万のデンマーク軍がバルト海東岸に上陸し、1220年冬までに体験騎士団はエストニア本土を制圧する。1219年にデンマークによって トーンペアと呼ばれる、エストニア人の集落に城塞と町が建設され、デンマークが建設した城塞はエストニア語で、デーン人の町、要塞を意味する、ダーニーリーンと呼ばれ、後のタリンの起源となる。1223年にサーレマージまでデンマークと、体験騎士団に対する反乱が起きるが、反乱は1227年までに鎮圧される。 1215年に開催された第4回ラテラン公会議で、リボニア市教区は、教皇の特別保護下に置かれた、テルラ・マリアナに制定され、リボニアの先住民に、苛烈な支配を敷く体験騎士団を問題視する、教皇庁は改修した、先住民の実情を調査し、騎士団の作詞をとがめた。1236年に、リトアニア人との戦闘に敗れて壊滅した体験騎士団は、 ドイツ騎士団に統合され、体験騎士団の征服地を含むリボニアのドイツ、騎士団領はリボニア騎士団領と呼ばれるようになる。改修が進んだ地域ではドイツ人の入植が進み、多くのエストニア人はドイツ人領主の支配下に入らなければならなかった。1285年にレバルがハンザ同盟に加入し、公益で富を蓄え、自治権を得たレバルでは、 ドイツ人が強い影響力を有していた。レバル、ペルナウ、ナルバ、ドルパトなどのハンザ同盟に加入していた、エストニアのドイツ化された大都市は繁栄を謳歌していたが、土着のエストニア人は悲惨な状況に置かれていた。19世紀のエストニア民族革命で主導的な役割を果たしたカール・ロベルト・ヤコプソンは、13世紀から19世紀に至るドイツ人支配時代を、 エストニア人の闇の時代と呼んだ。デンマーク統治下のエストニアでは、ドイツ人騎士への受風が盛んに行われ、王権の弱体化によって、リボニア騎士団の進出を招いた。貴族が増加したデンマーク領エストニアでは、封建制度が急速に発達し、荘園の拡大が進展する。1340年代にデンマークは、北部エストニアから撤退し、 1341年に、レバル、ベーゼンベルク、ナルバを、リボニア騎士団に売却した。撤退の理由には土地を支配する、デーエンジ人が少ないこと、在地の人間が結束して、反乱勢力を形成していること、多額の経費を要することが挙げられている。1343年から1345年にかけて、デンマーク領エストニアでは、セントジョージオルの反乱が起き、 本国から離れたリボニアの統治に手を焼いたデンマークは1346年にリボニアをドイツ騎士団に売却し、翌1347年にタリンを含むリボニアはドイツ騎士団の支部であるリボニア騎士団領に編入される。騎士団領有下のエストニア人の居住地は騎士団領と市協領に分割された。リボニア、隣接するリトアニアで、 キリスト教への改修が進展すると騎士団の領土拡張の大義名分はなくなり、リボニア内部の司教領、騎士団領、都市での内紛が頻発する。1558年にバルト海方面への進出を図るモスクワ大公国は、リボニアを支配するドイツ騎士団に戦いを挑み、リボニア騎士団領の解体を望むデンマーク、スウェーデン、ポーランドは、リボニアの内情に介入する。 1561年にリボニア騎士団領は崩壊するが、騎士団の支配は後世のエストニアに大きな影響を与え、ドイツ人騎士はバルトドイツ貴族としてエストニアに残り支配者層を形成する。ルブリン連合によって成立したポーランド・リトアニア共和国はロシアに軍を進め、1582年にポーランドとモスクワの間で締結された和睦によってリボニアは ポーランドの保護下に入る。1583年にリボニア戦争が終結した後もモスクワとスウェーデンはエストニア北部の貴族をめぐって争い、1595年に締結された多余地な条約によってスウェーデンがエストニア北部の支配権を勝ち取った。ポーランドをジグムント3世との戦争に勝利したスウェーデンをグスタフ2世やドルフは1629年に リボニア北西部を獲得し、1645年には、デンマークの領有するサーレマー島が、スウェーデンの支配下に入る。スウェーデンの支配下に置かれた、リボニアは、エストニアの北半分にあたるエストラント、エストニア南部とラトビア北部、中部を含む地域は、リーフラントに区画される。17世紀までの戦争の結果、エストニアは、バルト帝国とも呼ばれる。 スウェーデンの支配体制に組み込まれるが、スウェーデンの支配が行き届かないエストニア、リボニアでは、バルトドイツ貴族が強い力を持つようになっていた。しかし、タルト大学の前身であるアカデミアグスタビアナの、設立、聖書のエストニア語訳、ラトビア語訳など、学術の分野は成長し、エストニアでは、良きスウェーデン時代として記憶されるようになった。 1700年から1721年までロシアとスウェーデンの間で起きた大北方戦争ではエストニアも戦火に巻き込まれ、ロシア皇帝ピョートル一世はスウェーデンの力を奪うためにエストニアで焦土作戦を展開した。ロシア軍による破壊、飢饉、薬病によってエストニア北部とリボニアは深刻な被害を受け、1708年にタルツが破壊され、1710年に タリンがロシアの占領下に入る。1721年に締結されたニスタット条約によって、スウェーデンが放棄した領土には、エストニア北部とリボニアも含まれており、それらの土地はロシア帝国に編入された。ロシアの統治下に入ったバルト地方では、1719年から1775年までの間、エストラントとリブラントにそれぞれ総督が置かれ、 1775年以降に2つの地域は統括され、1801年にエストラント、リブラント、クールラントが1人の総督によって管理される体制が確立された。旧バルト帝国内のスウェーデン職を移送するため、ロシア帝国はバルトドイツ貴族を優遇し、そのためにバルトドイツ貴族と土着のエストニア人農民の格差は拡大する。 1764年にリブラント、エストラントを視察したエカチェリーナ2世は現地の濃度の急上に衝撃を受け、翌1765年に農民の生活改善を総督に命じたが、効果は現れなかった。アレクサンドル1世の皇帝即位後にバルト地方に啓蒙思想が広がり、1802年にエストラント、1804年に リブラントで農民の財産権が認められた。1816年から1819年にかけて、バルト地方では、ロシア本国に先駆けて、濃度制が廃止されたが、濃度解放に対するバルトドイツ貴族の抵抗は根強く、農民の権利は制限され、彼らの生活は劇的に改善されなかった。1849年に、 リブラント1858年にエストラントで農民の農地の永年所有権の購入が認められ、自営農民が徐々に現れ始めたものの、彼らは政府からの支援を受けられなかった。農土解放後は土地を持たない農民が産業化が進む、都市部に流入して労働力を形成するようになり、やがて彼らは都市の中産階級としてバルトドイツ人が作り上げた。 都市社会制度に挑戦するようになる。19世紀前半のアレクサンドル一世の自由化政策によって実施された、濃度解放、教育水準の向上、西欧思想との接触は500年以上にわたる、バルトドイツ貴族の支配に不満を抱いていた、エストラント、リブラントの先住民である、エストニア人、ラトビア人の民族意識を育んでいく。1845年に、 バルト総督に任命されたエブゲニー・ゴロビンは従来のバルトドイツ貴族に融和的な政策を一転させ彼らに対して強硬な態度を示した。ロシア国内のハンスラブ主義者もバルトドイツ貴族の特権剥奪を主張し1840年代からエストラント・リブラントでひどい化を目的とするロシア政教への回収運動が開始された。1860年代に エストニア人によるエストニア語の教育施設であるエストニアアレクサンドル学校が開校し1869年からエストニア音楽祭が開催される。また、民族意識の高揚に、サカラの創刊者であるカール・ロバート・ヤコプソン、詩人フリードリ・ヒレインホルト・クロイツ・バルト、リディア・コイトララの文化人の活動も民族意識の高揚に寄与した。また、バルトドイツ人の中には、 エストニアの伝統文化、言語、歴史に強い関心を持つ人間がおり、エストニア人の地位向上、利益確保に奔走したバルトドイツ人は、エストフィルと呼ばれていた。1838年にドルパトに創設された、エストニア学識者協会は構成員の大部分がエストフィルであり、助持詞、カレビポエクの編集、発表、エストニア語の語彙、文法の収集で成果を残している。 1881年にロシア皇帝に即位したアレクサンドル三世は本格的なロシア化政策を推進しバルトドイツ人の特権だけでなくエストニア人、ラトビア人の民族運動も制限される1917年にロシア革命が勃発すると1918年2月24日にエストニア共和国の独立を宣言3月3日にボルシェビキ政府は ドイツとブレストリトフスク条約を締結し、独立が認められたものの、イギリスを主力とする連合国のロシア内戦への干渉を受けて、ドイツを巻き込み、11月から、ボルシェビキ政府や、親ドイツ EN、ボールティシャラソエアと三つどもへのエストニア独立、戦争が始まった。1920年には、レーニンの4月テーに基づきソ連は、独立を承認した。また、 第一次世界大戦後、自らが掲げた民族自決の原理に従い、国際社会も独立を承認した。ソ連による独立承認後は、政局が不安定であった。1918年から1934年、多元的民主主義体制。1934年から1940年は、コンスタンティン・パッツによる権威主義的独裁体制であり、 親イギリス外交を推進した。1934年には、ファッション的な在京軍人会が、反政府活動を行い、国家の緊急事態が宣言されて弾圧された。1939年に、第二次世界大戦が勃発すると、独ソ不可侵条約及びその秘密議定書に基づき、ドイツとソ連がポーランドに侵攻した。 領土的野心のあったスターリンは、エストニア、ラトビア、リトアニアのいわゆるバルト三国に職史を動かし、翌年6月に外相モロトフを派遣し、新政府樹立の最後通帳を突きつけた。ドイツからの支援も受けられないエストニアは、他の二国と共に1940年6月17日に、ソ連軍の親中及び新政府の樹立をもって、ソ連に編入され、 多数の住民が逮捕あるいはシベリア送りにされた。独ソ戦に対しては侵攻するドイツ軍を歓迎した者も,もおり、武装親衛隊の支援によるソ連へのゲリラ活動を行い、ソ連側もエストニア人部隊を送るなど、代理戦争で混乱を極めた。1940年6月、エストニア共和国はソ連によって占領された。1939年9月24日、 赤軍の海軍軍艦がエストニアの港沖に現れ、ソ連爆撃機がタリンとその近郊上空で威嚇飛行を始めた。ソ連政府の要求は、ヨーロッパの戦争の期間、エストニアがその領土に、ソ連の軍事基地建設と2万5000人の部隊の駐留を認める協定を承諾することだった。エストニア政府は、最後通告を受け入れ、1939年9月28日、 関連する協定に調印した。1940年6月12日、ソ連バルト海艦隊によるエストニアの完全な軍事封鎖の命令が出された。1940年6月14日、世界の注目が前日のナチスドイツによるパリ陥落に集中する間に、ソ連によるエストニアの軍事封鎖が実施され、タリン、リガ、ヘルシンキに置かれたアメリカ公使館からの外交文書を 運んでいた、タリン発ヘルシン企業のフィンランド旅客機、カレバワニ機のソ連爆撃機に撃墜された。アメリカの外務部事務員ヘンリー・ w ブリュー・アンタイル・ジュニアは、その墜落によって死亡した。1940年6月16日、ソ連邦はエストニアに侵攻した。モロトフは、バルト海の国々のソ連に対する陰謀を非難し、 ソビエトが承認する政府の設立を求めた最後通告をエストニアに届けた。国境と国内の両方で圧倒的なソ連の軍隊がある状態の中、流血や戦争を回避するため抵抗しないことをエストニア政府は決定した。エストニアは最後通告を受け入れ、6月17日エストニアにある赤軍の軍事基地から赤軍が出動した時に、 国家としてのエストニアは事実上存在しなくなった。翌日にはさらに約9万人の軍隊が国に入った。ソ連軍に支援された共産主義者のクーデターにより、エストニア共和国の軍事占領は正式なものになり、続いて共産主義者より以外の候補者が非合法化された中で議会選挙が行われた。そのように選出された。 議会は1940年7月21日、エストニアを社会主義共和国と宣言し、エストニアがソ連に加入することを満場一致で要求した。エストニアをソ連に併合するという政治的義務である投票ができなかった人々は、その投票行為により、パスポートに原因のスタンプを得ることに失敗し、ソビエト裁判所は彼らの後頭部を打つことを許した。8月6日、 エストニアは正式にソ連に併合され、エストニアソビエト社会主義共和国に名称が変更された。エストニアの1940年の占領とソ連への併合はイギリス、アメリカ及び他の西側民主主義国家には違法であり、決して正式に承認されることはないものだった。ソビエト当局はエストニアすべての支配権を得て、直ちに恐怖の体制を強要した。 ソビエト占領の最初の年に国の指導的政治家と将校のほとんどを含めた8000人が逮捕された。逮捕されたうちの2200人がエストニアで処刑され、他の大部分はロシアの収容所に移され、後にそこから生きて帰れた者はほとんどいなかった。1941年6月14日、バルト三国で一斉に大規模な国外追放が行われ、 1> 約1万人のエストニア市民がシベリアなどのソ連国内の遠い土地に追放され、そこで彼らの半分近くは後に亡くなっている。遠くトルキスタンシベリア鉄道などの工事に動員されたのも強制連行されたエストニア人たちである。1941年のドイツのソ連への侵攻後、ソ連軍に動員の名目で、 ロシアに強制移動された3万2100人のエストニア人男性の40%近くが上、寒さ、さらに過酷な労働で労働代替と呼ばれる状態の中で翌年のうちに亡くなった。1940年から1941年であった最初のソ連占領期には約500人のユダヤ人がシベリアに送られた。エストニア人の墓地と記念碑は破壊された。他方、 1918年から1944年の破壊士の多くを有したタリン戦没墓地がソビエト当局に破壊され、この墓地は赤軍に使用されることとなった。他にも1774年に設立されたバルトドイツ人の墓地と最も古い16世紀に設立された墓地もエストニアのソビエト時代に当局に破壊された墓地の中のものであった。合衆国を含めた多くの国は、 ソ連によるエストニアの併合を認めなかった。そのような国々は、エストニア旧政府の名のもとで活動を続けていた、エストニアの外交官と領事を正当な存在と認めていた。これらの熟練した外交官は、バルト独立の最終的な回復まで、この異常な状況の中で存在し続けた。エルンスト・ハクソンは、合衆国に対して最も長期間務めた外交の代表であり、 1934年からは、副領事、1965年からエストニアの独立が再達成されるまでは合衆国のエストニア公使館の総領事であった。1991年11月25日、彼はアメリカ合衆国に対しエストニア大使として、新任状を法定した。1989年からエストニアの市民のための登録カード第2次。 世界大戦後はソ連に再併合され、ソ連の15の共和国の一つとなる。農村集団農場化政策が推進され、裕福な自作農や反体制派とみなされた人間が強制連行されて、シュベリアに追放されるとともに、ロシア人などの非エストニア人が他の共和国から多数エストニアに流入した。時代は下って、ソ連にゴルバチョフが登場して、 ペレストロイカ政策を推進すると自由化の空気がエストニアにも及び1988年には独立を目的とするエストニア人民戦線が設立される。さらにベルリンの壁崩壊に象徴される東欧の民主化の波はエストニアはじめバルト三国にも波及し1989年8月23日にはタリン、リガ、ビリニュスを 人間の鎖で結ぶ運動に100万人が参加、独立回復への機運は抑えがたいものになった。翌1990年5月12日には、タリンで、バルト3国の首脳が集まり、3国はソ連、編入前に存在した3カ国会議の復活を宣言。事実上の独立回復宣言となった。しかし、ソ連ゴルバチョフ大統領はそれを無効とした。 1991年のソ連での連邦維持の投票はボイコット。8月19日の共産党保守派のクーデターを原因したソ連の体制の動揺直後の9月6日にはソ連が独立回復を承認。さらに国連に加盟。名実ともに独立した。その後1994年のロシア軍の撤退を受け、西欧諸国との関係を強め、2004年には北。 大西洋条約機構と欧州連合にそれぞれ加盟した。なおエストニアはフィンランドとの関係から北欧を重視し北欧理事会への参画を試みたが理事会側から参画を断られている。代わりに1991年に理事会の情報事務所が開設され、1992年にバルト三国とともにバルト海諸国理事会に加盟した。2005年からは ポーランド空軍がエストニアを含むバルト三国の領空防衛を委任されている。2007年4月27日、エストニア国会の決議で首都タリン中心部にあった第二次世界大戦記念の旧ソビエト軍兵士像を撤去することになったが、これに反対するロシア系住民と警官隊が衝突して1名死亡、300名逮捕という事態になった。これを機に、 ロシアでも反エストニアの運動が起こり、両国関係は悪化している。ありがとうございます。